バスカビルの犬は BBC が2012年に制作したドラマ、シャーロックのシーズンにエピソード2である。原案は、バスカビル家の犬ザ・ハウンド・オブ・ザ・バスカービルズ及び、悪魔の足ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・デビルズ・フットである。ヘンリー役のラッセル・トービー原作、バスカビル家の犬につけられた魔剣の挿絵。デボン・シュダート・ムーア在住のヘンリー・ナイトが、シャーロックとジョンの元へやってくる。彼は、 地域の魔剣伝説を特集した映像を二人に見せ、魔剣が父を殺したと訴える。彼の父の遺体は見つからず、孤児となったヘンリーは一度ダートムーアを離れる。二十年経って故郷に帰ったヘンリーは、父が殺された窪地で、巨大な犬の足跡を見つけ、ベーカー街へ依頼に現れた。シャーロックは、ヘンリーの使った、ハウンドという単語に惹かれ、ジョンと共に調査へ向かう。 シャーロックとジョンは、シャーロックがマイクロフトからくすねた許可証を使い、政府の査察と偽って、バスカビル研究所を調べに行く。シャーロックは、研究所で出会ったウイルス学者、フランクランドの言葉に、かすかなアメリカなまりがあることが気になる。ヘンリーは、自宅を訪れたシャーロックとジョンに、リーバティインのに単語が繰り返し頭に浮かぶと、話す。 シャーロックは、ヘンリーの父が殺された、デュワーズ区墓地での夜間実地調査を提案する。実地調査で、ジョンは、丘の上から光による、モールス信号が発せられていると気づく。一方、ジョンを置いてく墓地に向かったシャーロックとヘンリーは、そこで魔剣のうなり声を聞く。シャーロックは、前回とは異なり、マイクロフトの許可を取った上で、再び、ジョンとバスカビル研究所を訪れる。 シャーロックはジョンを研究所のラボに閉じ込めて薬剤による幻覚実験を行う。ジョンはシャーロックの期待通り魔剣を目撃するが、それは事前にシャーロックが吹き込んだ通りの姿だった。シャーロックはヘンリー邸にあった砂糖に毒物が入っていると考え、ステープルトンの研究室で調査するが、不発に終わる。その後自身の マインドパレスに入ったシャーロックはヘンリーのユーハウンドリバティインがアメリカインディアナ州リバティで行われた HOUND 計画を指していると気づく。計画は恐怖のすり込みを行う薬剤に関するもので中心になった研究者の頭文字を取った名前が付けられていた。この実験は被験者への人大な悪影響から中止されていたがメンバーだったフランクランドが バスカビル研究所で密かに研究を継続していたのだ。そこに、モーティマーからジョンへ着信があり、幻覚を見たヘンリーが発砲して、家を出て行ったとの連絡が入る。シャーロックとジョンが窪地へ急行すると、ヘンリーが銃で自殺しようとしていた。シャーロックは、20年前ヘンリーの父を殺したのが、HOUND 計画に関わっていた、フランクランドだと伝え、自殺を思いとどまらせる。 そこへガスマスクをかぶったフランクランドが現れ、シャーロックは窪地に仕込まれたパッドから人が歩いた時に噴霧薬剤が出ることで幻覚が現れると気づく。窪地に集まったシャーロック・ジョン・ヘンリー・フランクランドレストレードはそこで薬の作用により魔剣を目撃するが、ジョンが射殺すると正体はただのハウンド剣だった。真相を知られたフランクランドは隙をついて逃げ出すが、 研究所周囲にあった地雷原に足を踏み入れて、爆死する。その後、留置場で、モリアーティとマイクロフトが対面しているシーンが流れ、モリアーティが釈放されたところで、物語は終わる。舞台となったダートムーは、原案は、バスカビル家の犬ザ・ハウンド・オブ・ザ・バスカービルズ及び、悪魔の足ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・デビルズ・フットである。ドラマの現代は、ザ・ハウンズ・オブ・バスカビル、原案となった、 バスカビル家の犬の現代は、ザ・ハウンド・オブ・バスカービルズである。原点では名字である、バスカビルとの名称が、ドラマ本編では、地名となっている。シャーロックが調査のため、森を持って、豚を刺しに出かけるシーンは、ブラック・ピーターに由来する。また、ジョンは、同じシーンで数種類の新聞を読んでいるが、白銀号事件などにあるように、ホームズは発行されているすべての新聞を、 毎朝自宅に届けさせている。また、禁煙中のシャーロックが、タバコの禁断症状から叫ぶ、お茶より7%強いものが必要だとのセリフは、原点、4つの署名で、ホームズが7%溶液のコカインを愛用している、ことに由来する。依頼人であるヘンリーの名字はナイトだが、これは原作で命を狙われるのが、貴族のサーヘンリー・バスカビルであることに由来している。また、 原点でのグリーンペン湿地帯は、地雷原に変更されている。脚本のマーク・ゲイティスは、コメンタリーで、みんなの知っている要素を違う形で取り入れようとしたと、語っている。シャーロックは、ハウンドという言葉に惹かれて、ヘンリーの依頼を受ける。これは、脚本を書いたマーク・ゲイティスの、若者はハウンドなんて言わないで、ドッグというはずだとの意見によるものである。なお、ヘンリーの、 巨大なハウンドの足跡だったというセリフは原点でワトスンが述べるものである。原案となったバスカビル家の犬に付けられたシドニー・パジェットの挿絵。今作にはこの挿絵同様にシャーロックが岩の上からダートムーア一体を見下ろすシーンがある。ホームズがワトスンに調査を任せきりな原案、バスカビル家の犬と大きく異なり、シャーロックは当初からジョンと共に ダートムーアにやってくる。魔剣伝説について、シャーロックが、ジョンと掛けをしたとして、聞き出すのは、青い光玉中の記述に基づくシーンである。バスカビル研究所で、ジョンが、第5ノーサンバランドフュージリアーズ連隊の隊員と、退役時の所属と階級を明言する。ジョンの述べる所属は、ヒーローの研究冒頭で、ワトスンが述べる所属と等しい。原案。 バスカビル家の犬では、ヘンリー一教の友人、モーティマー医師が、ホームズのもとへ事件を持ち込む。今作では、モーティマーという名前が、ヘンリーの女性カウンセラーの名字として使われている。同様に、バスカビル家の出事、バリモアの名前は、研究所に勤めている少佐の名字に使われている。バリモア少佐を演じた、サイモン・ペイズリーデーが顎ひげを生やしているのは、 原点の執事に習ったものである。脚本のマーク・ゲーティスによると、アゴヒゲは英国海軍なら可能だが陸軍ではゴーハットであり、コメンタリーでは、でも彼の所属は世紀の陸軍ではないからと発言している。また、原点で登場する植物学者のステープルトンは女性遺伝子学者。 訴訟好きのフランクランド老人はアメリカ帰りのウイルス学者にそれぞれ置き換えられている。ジョンが気づくハイビームを発している車の主はセルデンという名前だが、これは原点バスカビル家の犬で登場する脱獄犯の名前である。彼はバリモア夫人の弟であったが、結局事件には関係しなかった。ドラマでもセルデンの発しているハイビームはモールス信号とは 無関係であり、物語上のミスリードである点も共通している。ダートムーアにやってきたレストレードへ、ナッツみたいに、茶色いとシャーロックがコメントするが、このセリフはもともと、ヒーローの研究でスタンフォードがワトスンにかける言葉である。シャーロックがジョンを使って、薬剤の効果実験をするシーンは、原点、悪魔の足中のシーンに由来する。ただし原点では、 ホームズとワトスンが一緒に実験を行い、中毒になる寸前で、ワトスンがホームズを伴って逃げ出している。劇中フランクランドは誤って地雷原に侵入し地雷の爆発で死亡するが、これはバスカビル家の犬で犯人のステープルトンが底なし沼に踏み入って死亡するのと対比されている。作中でパブとして登場するセントヒラリー村のブッシュイン。村は、 ウェールズ南部のベール・オブ・グラムをンに位置する。モファットとゲイティスは、二人とも本作の脚本を担当したがったという。結局は、ゲイティスの熱い価値となったが、彼は後に罰が当たったと思うくらい、大変な仕事だったと語っている。冒頭、幼少期のヘンリーとして登場するサム・ジョーンズは、ヘンリーを演じたラッセルトービの実の意である。ヘンリーが幼少期に描いた魔剣とされる絵は、 脚本のスティーブン・モファット、制作のスーパー中夫妻の息子が描いたものである。魔剣伝説について、シャーロックに語る若者は、フレッチャー・ロビンソンという役名である。これは、ダート・ムーアの魔剣伝説をドイルに教えた友人の名前から取られている。ドイルはこの話を聞いて、バスカビル家の犬のプロットを思いついたとされている。 バスカビルには英国軍の生物科学兵器研究所があるとされるが、実際の科学兵器研究所としては、ポートンダウンが有名である。今作では、ダートムーアについたシャーロックが、ジョンを助手席に乗せて運転するシーンがある。ゲーティスはもともと、ジョンが運転するつもりでシーンを描いていたが、ジョン役のマーティン・フリーマンが運転できないという理由で、差し替えになったとコメンタリーで語っている。 ヘンリーの自宅に着いたジョンが金持ちなのかと尋ね、ヘンリーがアート答えるシーンは、ゲーティスがジョーズからの借用だと答えている。劇中、ダートムーアにやってきたレストレードが日焼けをしているのは、演じているルパート・グレーブスがグアドループで別ドラマの撮影をしていたためである。ゲーティスとバーチューは、あまりに焼けすぎていたのでセリフに入れたとコメントしている。劇中の光るウサギは、 下村治の発見した GFP で発行している設定である。コメンタリーでは犬がホームズを演じた話として宮崎駿らが制作したアニメ名探偵ホームズへの言及がある。今作で初めて精神の宮殿の存在が明言される。これはシャーロックの使う記憶術で物事を地図のように配置し、 膨大な知識をいつでも思い出せるようにするものである。このように、マインドパレスの理論自体は、場所法と呼ばれる、記憶術の一つである。ゲーティスは、コメンタリーで、この単語はもともと、ダレン・ブラウンの著作にあったものだと語っている。その後も、マインドパレスとの単語は、一種の記憶術として、シーズン3や、忌まわしき花嫁などで用いられている。また、ダレン・ブラウン自身は、 その後、本人役として、シーズン3エピソード1、空の霊柩車に出演している。本作では、シャーロックのマインドパレス中で、リバティという単語に関連して、リバティ百貨店、フランス人権宣言、スーザのマーチ、自由の鐘などが現れる。また、ハウンドに関連して、エルビス・プレスリーのハウンドドッグなどが登場する。ありがとうございます。